なんと、この度、本を発売することになりました。はい、こんにちは、なあすけです。ということでですね、タイトルとサムネにもある通り、週刊誌にね、載ることになりました。これはね、非常に事件、僕にとってかなり事件なんですけど、女子スパっていうね、この週刊誌にね、載ることになりまして、なんで女子スパの週刊誌に載るのかというと、遡ること、ちょっとなんか緊張しちゃって、遡ること5ヶ月前、それ行き過ぎだな、遡ること4ヶ月前、僕が日本大会に出る前ですね、もうヘロヘロの減量期の中、僕はね、あるメールをいただきました。本を出しませんかと。え、本を出す機会、本を出していいんですかということでですね、本を出しませんかというお話をいただいて、ミーティングをですね、もう半年ぐらいですね、あ、これ半年前か。じゃあ、いや、半年間ぐらいね、ミーティングを重ねたんですよね。だから半年前に言われたんですね。僕はまあすごい嬉しかったわけです。なぜなら、僕の今までの言葉を一つの本にまとめられるっていうことだから。僕が今までやっぱりモチベーションに関してすごいたくさん発信してきたつもりで、やっぱ僕の全ての食事の動画とか、僕の全てのトレーニングの動画とかを動画にしたところで、僕って体そんなに大きくないし、なんならもっと大きい体の人いるし、まあ、大きい人からね、すごいね、なんすけど、なんでそんな女子受け狙ってんじゃねえよとかって言われたりするので、まあね、僕ぶっちゃけね、まあ、僕が信じた道でトレーニングをしてきたんですよね。そんな中でいろんな方にどうやって体を変えるんですかっていうところを聞かれて、僕はやっぱりその中で継続っていうのが一番大切だと思ってます。なぜなら継続すれば体っていうのは誰でも変わると思ってるから。そこでね、やっぱり僕は継続する秘訣だったりとか、どうやって継続しているのか、僕のマインドだったりモチベーションっていうのを常に動画に収めてます。だからどんなトレーニングの動画とか、僕のフィットネスの動画を見ても、やっぱりね、結構マインド面を話すことが多いんですよ。でもマインドが変われば生活習慣が変わって、筋トレが続いて、筋トレの知識も身について体は変わるんですよ。だから僕の動画を見て体が変わったって言ってくれる僕はめちゃくちゃ嬉しいし、僕って続けられる人間じゃない、弱い人間だから継続なんてできないんですよ。だから自分が継続したいって思えるようなことしかやってこなかったし、できることしか続けなかった。もう一歩一歩階段を、小さい、ほんと小さいステップの階段を重ねて重ねて今の体があるんですよね。だから最初から 100% でやりきる、 100% で鶏肉食べてブロッコリー食べて体を変えたいって思ってる人の考え方を変えたかったんですよね。僕は本当に継続ができないから、常にね、 60% の力で走ってる、なんなら 20% ぐらいの力で走ってる時もある。そのぐらいね、僕っていうのはね、結構気楽に走ってます。だけどそれがね、やっぱりなかなか伝わらないことが多いし、どうしても、あ、 100% やらないと、やりきらないと、ストイックなことしないと体って変わらないんだっていう思う方がね、すごい多いと思うんですよね。だから何回も言うけど、僕はそういう発信の仕方をしてる。そしてやっぱりそれってね、なかなかね、一つの動画でね、全部言い切れないところがあるんですよ。トレーニングはこういうマインド、フル食は、食事はこういうマインドでやってます、そういうのを一つの本にまとめました。当然ね、僕の言葉で書いてほしかったから、いや、この言葉は僕の言葉じゃないですっていうのはね、たくさん本を書くにあたってね、やっぱりライターさんという方もいらっしゃって、基本的にはね、結構本を出す方って自分の言葉じゃない言葉で書かれたりするのかなと思ったんですけど、僕はそれは嫌だったから、全部ね、僕の言葉で書いていただきました。だから正直ね、何言ってんのこいつってね、僕いつも思われてると思うんですけど、まあ、そうならないでほしい。いや、なんないです、なんないです。ライターさんちゃんと見てるからなんないんですけど、結構ね、僕の全てがね、詰められた本になってると思います。話は戻り、女子スパっていう週刊誌にですね、僕が本が決まると同時に週刊誌に載ることになりました。だいたいね、3週連続ぐらいかなって言われてるんですけど、これもね、2月中に週刊誌に載ると思うので、SNS の方でね、また告知させていただきます。実はね、日本大会の時はね、引っ越しもね、ジムの開業も、まあ、トレーニングはね、もちろんね、日常でやるんだけど、いろんなことが結構重なってて、結構いっぱいいっぱいだったんですよね、メンタル的に。だけどやっぱり本もね、実はね、それと同時に進んでたんです。本を、自分の言葉をまとめて一つの紙の媒体になるっていうのは、自分にとってね、自分の歴史が動いてるなって思って、僕の言葉でいろんな人のフィットネスの人生が変わるって思ったら、やらずにはいられなかったです。だからめちゃくちゃね、思い入れのある本になったと思ってます。
ぶっちゃけね、今寒い時期だからすごいモチベーションが落ちてると思うんですよ、みんな。まあね、 YouTube の再生回数もね、夏よりはやっぱりね減る。これはね、去年も体感したからすごい分かってます。当然やっぱり減ってる。でもこうやって僕の動画を見に来てくれてる方、そういう方はね、絶対にね、体を変えたいっていう強い意志があるって僕は思ってます。よくね、どうやってそんなに継続できるんですかって言われるんですけど、なんで自分が継続できるかってすごい一人で考えたんですよね。なんで僕って継続できるんだろうって、そう思った時に、ナースケ君のおかげで体が変わりましたって言ってくれる人、こういう人がいるから僕って今継続できてます。昔はね、全然継続できなかったし、 YouTube やるようになってからストイックになれた。だから本当に皆さんのおかげなんです。僕の全ても詰まりつつ、まあ、感謝の気持ちを込めた本になってるかなって思ってます。こういう媒体っていうのは当然会社の人がプロの力でね、自分の言葉をまとめてくれて、プロの力で見やすいように一つの本になってくるから、当然ね、商品っていう感じになっちゃうんですよね。まあ、それがね、ちょっと僕の中ではネックだけど、それでも一人でも多くの人にこの本が届いたらめちゃくちゃ嬉しいなって思ってます。さらにね、Amazon のランキングが1位になると書店にも並ばれるらしくて、いろんな人の手に届くかなって思ってます。だからこの動画を見て、もし興味を持ってくれた人、こういう方が一人でも多くの方がいたら嬉しいし、そういう方がいたらよかったら本も見てみてください。なんかね、 Amazon の方で予約みたいな感じになるんですよね。今日もうすでに Amazon の中にあって、概要欄のところに貼っておくんですけど、もう僕のページが出来上がってます、 Amazon の中に。そうだから、すごいよね、 Amazon の中に自分がいるって思うとね、って感じなんですけど、この本はモチベを上げるところに特化してます。なんかトレーニング本とかとはちょっと違う、少しねトレーニングの方法とかも書いてあるけど、結構モチベにね特化してる。まあね、結構特殊かもしれないモチベ下がってるって方にかなり向いてるかなって思います。ということでね、まあ、かなり告知の動画になってしまったんですけど、記念すべきね、今日が記念すべき僕の日なので、少しでもこの気持ちを伝えたいと思い動画にさせていただきました。本なんか読まないよって方はね、これからも僕の動画を見ていただければ嬉しいですし、まあ特典動画とかはあったりする。レディの桜久しぶりです。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。有酸素にやってきました。だいたい時間としては、朝は30分から多くても50分ぐらいのことが多いです。あとはそこにまとめられている僕の歴史とか、僕のそこでしか見れない写真とか当然あるんですけど、いつも通り動画も続けていくので、今後も見てくれたら嬉しいです。ということで、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。